もう私たちもびっくりしたんですけども、昨日突然内田選手が現役引退発表されたわけですけれども、はいはい、先生はどうですか、これ聞いた瞬間どう思いました？まあびっくりというところは正直なところですけども、まあ、ちょっと早いなみたいな、もう少しやれるのかなとは思ったりもしましたね、はい。実際には昨日発表されたわけなんですけども、はい、先生はいつお聞きになったんですか？ルヴァンの清水戦、カップ戦、まあ、清水でこっちで試合した後の状況であんまり自分の調子が良くないのでやめようかなみたいな気持ちはあると。ただまあ12月くらいまで契約もあるので、どうしようかっていう話をしますっていう、そんなところだったんですけどね、はい。何かそこでちょっと今シーズン限りでってみたいな相談された時にはどういったことをなんかおっしゃったんですか？いや、その時はまあね、この先どうするのかとかいうところもちょっとは聞いたりはしたんですけども、まあ、鹿島から離れて別のチームでプレーする気もあまりないし、まあ、すっぱりこう辞めるみたいな雰囲気だったので、ああまあじゃあそこは本人の決断だなと思いまして、まあ自分の、まあ、多分こちらが何言っても変えないとは思ったので、まあ、その意思を尊重するというか本人の意思のままでいいかなというふうに思いましたね。今回結構若い年齢でなかなか決断することって難しいと思うんですけど、はい、そこはなんかすごく悩んでるような感じはありましたか？いや、話っぷりはいつも淡々としているので、そんな悩んでどうしてもっていう感じでもなく、まあ、多分本人が何かしら連絡するときはほぼ決断したときなので、あ、まあそうなんだなっていう感じはしましたね、はい。先生自身が高校時代指導されて今プロになってっていうことですけど、はい、そして引退を迎えたわけですけども、どうですか、高校時代と今って何か成長して変わったなっていう部分ありますか？まあ考え方とかね、そういったところはもうどんどんこう大人になってるっていうか変ですけども、高いレベルの考え方すごくするようになったと思いますし、サッカーに対しての考え方もすごくレベル上がったかなと思います。まああとはでも自分のこの素直な気持ちに正直にいるとか、素直にプレーするなんていうところは高校とあんまり変わってないかなっていう感じもしますよね。それでは今このもう現役引退を決めたという内田選手にしてどういった声をかけてあげようかなというふうに思ってますか？まあ、正直後半自分のシーズンの後半ですよね、10年怪我して以降ですよね、やっぱりかなり苦しんでいたかなとは思いますし、それをこう表にあまり出さずにね、一生懸命やってきて、まあ本当にお疲れ様っていうところだと思います、はい。もし今度電話とかもしくは会いに来たら、会いに来ればですね、来ないんですね、だからなんですが、まあ、本当にお疲れさんっていうのと、まあ、もっとサッカーに関わる、ね、ことはするんじゃないかなと思うので、いろんなことに、ね、関わって貢献してくれればいいかなと思ってます。あとはその高校時代のお話になるんですけども、はい、当初は攻撃的なポジションだったところをサイドバックに転向させたのが先生だった時にお聞きしたんですけど、そこはどういった経緯だったんですか？転向といえばすごく綺麗ですけど、まあ、前線でちょっと行き詰まった部分もあるので、一度ちょっと雰囲気変えて視野も変えて、またそれが前に生きるような、ね、状況が生まれてくればいいかなっていう程度で後ろだったんですね。でその後、まあ、代表の合宿とか呼ばれた時もサイドバックやってますみたいな話になってきて、こちらもあまり元に戻せなくなってできたかなとか、まあ、サイドバックとしても十分使えるようになったなっていうところがあったので、はい、まあ、サイドでずっと使うようになりましたね、はい。前で結構行き詰まってたっていうのはなんかどっかで何かあるんですか？やっぱり、まあ、彼のプレーの特徴がいろんなチームでこう知られてきていて、前に速いぞってなればそれに対しての対策もそれぞれのチームが立ててきて、本人も一人じゃとても抜ききれなくなったり、ちょっと大変かなっていうのがあったんで、少し離して、全体をよく見たところで動いたらいいのかなっていう、そういう感じですね。ちょっとまあ相手の対策も変わってきますんでね、はい。スペースがやっぱり全然できちゃうわけですよね、そうですね、右サイドバック行くと、はい、前にスペースできたから余裕持って少し見てタイミング見て上がればいいんじゃないっていう、そういう感じで使ってたところはありますよね。
それがやはりその後には日本を代表するような日本最高トップクラスのサイドバックと言われるようになったわけですね。そうですね、まあ、他にいないのかねって言って何回も本人とも話をしたことあるんですけど、はい、まあまあそういう形でね、本人がどん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 こう成長してくれたっていうのは良かったかなと思います、はい。髪の毛をなんかずっと黒くしてるのは先生の教えだっていう話もありますけども。いや、あの若い選手が結構多かったので、もうプロになった瞬間にこう少し毛染めたり茶髪になったり、こうプレー以外のところに、力を注ぐって変ですけど、気使って、まあ、プレーが思いにいかないっていう状況になっちゃうのは困るなっていうのと、やっぱり、まあ、見られるプレーヤーですので、みんなにいろんな人から見られるので、見られて何っていうのはあまり良くないかなっていうのもあったりね、まあ、あのチャラチャラしないで普通にサッカーやっていけよって、そういう雰囲気だったんですけど、はい、その教えをプロに入ってもずっと守ってたわけですね。まあ、ずっとやってたみたいですね。たまにちょっとこうやっていじったりしてたみたいですけど、はい、すごいですね。その高校時代の、まあ、サッカーではないところの、その身だしなみみたいなところが最後まで守ってくれてたってことなんですね、うん。まあ、守ったのが本人のね、意思でやってたのもあるとは思いますんでね、別にこっちがやれっつったからずっとやってたとは思ってもいないんですけど、はい。でもあれだね、サッカーでもそういった、まあ、私生活の面でも、うん、やっぱり内田選手のことは一番思い出残ってる先生ということだと思うんですけど、そうですかね、はい。じゃあもう改めてちょっとまた繰り返しになってしまいますけども、はい、本当になんて最後一人で声かけようと思います。うん、まあ、本当に正直お疲れ様ですし、まだね、彼の人生が30年くらいで、これから先の方が長いので、でどういうふうにサッカーが関わっていくのかなとか、そういうのをこれから見つけてもらって、静岡なり日本なりにこうはいろんなことを発信してくれればいいかなと思いますので、まあ、頑張ってもらいたいなと思います。わかりました。お忙しいところありがとうございました。はい、ありがとうございました。